信長の野望波動やってまいろうと思います。レングシューターと申します。よろしくどうもお願いいたします。私ですね、信長の野望の波動のですね、前身となる三国志波動もちろんやらせていただいておりまして、信長の野望波動もですね、クローズドベーダー当選いたしまして、こちらもですねがっつりやってまいりました。まあ、大体のですねシステムですねに関しては私結構詳しいんじゃないかなと手前味噌ながら思っております。さてシーズン1サーバーを選択してまいりましょう。私ですねサーバー2つプレイしようと思ってます。1つはですね、お友達が多いところで、もう1つはですねちょっとガチにやるよっていう人と同じところでやろうと思っております。でガチの人たちはですねまだですねサーバーを見定めしてますんでガチ勢らしくサーバー見定めから始まってますんで、あんまり強いとこと競合しないようにやりたいんでしょうかね。でお友達多いところ、サーバー4ですね、ここでやっていこうと思います。さあ始まるかどうか。ワールド4 1年目春サーバー選択 OK。 使用許諾見ないで同意、信じるよ。ん？僕は光栄さんを信じるよ。量子情報のないサーバーです。新たにゲームを開始します。決定。大丈夫かな。今ねスマホの方はねサーバーダウンしちゃってるんですよね。これスチーム版なんですよ。最初からスチーム版でやるとは思わなかったですけどね。後で引き継ぎコード出さなきゃいけないからちょっと面倒ですけど、ダウンロード、開始してから始まりますとのことです。はい、始まりました。時は戦国、世は乱世よっからの、日の元に生を受けた群雄は覇を唱え激しく争いよっ、各地で攻防を繰り広げていた。攻防大使立身出世、腕の誤り、覚悟覚悟、志を掲げ人は戦場へ歩み出す。なんで王者の望みを持つ者あり、あり、モハメド、身の刃を振るう者あり、あり、思いは交わり天下を突き動かす。川中島第四次、乱世を焼き尽くす炎、その果てを見据えた野望がこれより新たな時代を切り開く。ポン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 、よー、あ、半分ぐらいしか頭入ってこなかったですね。私に至ってはですね 5% ぐらいですよ。消費税の昔のやつぐらいですよ、ね。新米領主、あ、美味しそうだな。ん？士官先の大名家を選択いたします。日の元全土に威信を放つ人物は、はい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 、ですね、武田でやるっつってました。武田でやるとですね、ちょっと見てみると、騎馬知略、ここに特性がございますね。これこんな感じで、武田家は騎馬家陛下の知略と石材の産出量、石材かよ、金じゃねえのかよみたいなね、お話でございますけどね。軌道に優れた規模を中心に部隊を運用したい、石材を多く入手し施設の強化に役立てたい。これ石材ばっか持っててもねしょうがないとは思うんですけども、まあ騎馬の知略か、知略系の騎馬ってあんのかな、戦法がと思いますけど、まあお友達がこれでやるっていうのがしょうがないですね。はい。で武田はね北条上杉織田に囲まれてるんで、もう敵に回したら終わりですわ。武田あっという間に終わりますよこれ。はい、武田家の本庄にて、本庄真奈美、風林火山の旗のもと共に進む。はい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 、名前あるかな。あのね今三国志波動だとね、私ねもう名前全部取られてるんですよ。名前を全部、年貢シューター、いやこれ初日だからあるでしょ。さあ行きましょう。決定。あった、あった、よかった、うん、年貢シューターと思うんすか。才能ある、あるものと見た。うん、はい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 、はい、あ、こちらにあります。楠木いろはらって、楠木なに、正虎のあれかな、演者かな。若いながら博学でな、お手伝いさせていただきますね。わかったわかった、チュートリアルのヘルプなんですね。かしこまりました、
早くリセマラさせてよ。ねえ、リセマラ。この道を行けば。里のリセマラ、リセマラ。皆さん。おお。まだ家臣の登用はお許しいただいておらず。おっと来た。まず利家が来ましたね。はい。これは黒ずとめだと同じ。まず利家。で、利家で野党を倒すみたいな流れ。これはもうね、ありとあらゆるゲームと同じですね。出陣のごめん。族に向けて出陣ですわ。はい。で、族狩りして、いろんなね、経験値だとか得るわけですよ。この手のゲームは。まあ、そうですね。信長の野望しかやらないユーザーとか、まあ、三国志でも、三国志波動をやらなかったユーザーの方もたくさんいらっしゃると思いますけども、まあ、この族狩り系統ってのは結構多いですね。やる要素としてこのゲームは多い、うん、重要な要素の一つです。これで経験値等を得ていくわけですね。人材登用の早速手配をいたしましょう。人材登用、リセマラかな、これ。来ました？開幕了承、投与、これだ。来ましたね。お願いいたしましょう。お願いいたしましょう。お、まだまた変なの、お姉ちゃん来た。十文字すずず。まあ、この架空のね、架空のお姉ちゃんの方がいいですよね。ね、新信長の野望みたいにね、お市からのいい直政とかさ、その後から、九州から松坂やってきましたとかさ、本当さ、ぶん殴りたくなったもんね。ゲームをぶん殴ったの初めてだよ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お任せください。ああ、すずちゃん。やべえ、今のすずちゃんって言い方。完全にもう犯罪の匂いがした。何度でもやり直しかの。添付 ?850 と800を一つずつ獲得。ってことは2枚だね。SSR2 枚取れる。ただ850 2枚はさすがに出ないってわけでしょ？じゃあやってみましょうか。10回無料。任せて。お、お、ああ、なんだ、参ります。それなんで中入れちゃうんだよ。おい、どういう手品だそれ。はあ、徳川四天王が指揮校者榊原康政にござる。え、これ一人一人言うの？また一人一人言うのね、これ。最初ちょっとね、武勇には自信がある。ごめん、ちょっと初見だけど飛ばすわ。ごめん、初見だけど。いい線が描けました。あれ、こんなんいた？二人も名のある方々が。こんそう言われると、この子の線が描けるか、いい絵が描けるかどうかで、あの武将が入ってくるっていうとんでもシステムね。あ、そういうこと。さあ、性能ちゃんと見ていきましょうね。何これ。ここからこの武将を確認できます。ああ、登場武将ね。はい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 、登場武将見ておきましょう。勝家がかかれ柴田だっけ。あ、鬼柴田か。敵三部隊に武勇 200% の攻撃、動揺不要。動揺とは？動揺の説明が、あったたたた。先鋒発動しなくなる。あー、これ強いよ、多分。さ、敵三部隊でしょ？これだって馬長の威風と同じでしょ？馬長の威風と同じのが15秒だもん。これは強いですよ。対部隊にしてはね。なるほど、なるほど。これ攻めも守るもよし。で、次がこの長野ですね。長野は、敵3部隊に知力 200% 攻撃。これは武田家に合ってますね。知力 200%。自身1部隊に剣語5。おお、ほうほうほう、剣語付きか。あー、強い。ただ発動価格35秒って書いてあったね。35秒。なるほどね。で、技能が、これ、地理とか、ついてますけど、領土内で戦闘する場合、武勇プラス 4%、知力 4%、はい。兵神は、弊社任命か。はいはいはい。これ、弊社任命とかはあれですね、施設ですね。領内というか、自分の城の施設、の効果がアップするやつ。で、部隊の改進、発生率、プラス 1%。これが一進。なるほど。パラメータこんくらい上がるという感じですね。これが SSR か。はんはんはん。で、歩兵が A。あ、弓が S だよ。でも弓が S。
まあ騎兵も B あるけども、結局はこれもう S しか使わなくなるでしょ、これ。ね、SSR も。S 中心で行くんじゃないかな。そうでもないか。結局は先鋒になっていくか。で、江西が上杉家、虎、長寿、老城名人。で、秘伝、金城鉄壁、これ何これ。秘伝にはレベルがあって、大将か防御右で繋がった配置武将と同じ江西が合計2以上。すごいな、これ。習得した武将の戦法の攻撃力プラス 60%。習得した武将の戦法による剣舞の効果プラス2秒。秘伝か。秘伝っていう要素もあるわけですね。秘伝への継承。武将の有効度を変換し、秘伝への継承をすることができます。有効度がもう、しょっぱなからそっちにも振り分けができるってことだね。めちゃめちゃ有効度使うわけじゃん。ガチャしまくりだよ、これ。交換できる秘伝の種類は武将ごとに異なります。変換した有効度に応じて、その秘伝のポイントを獲得でき、1000貯めると秘伝書1。秘伝書1で武将1人に秘伝を習得させることができる。だから、この金城鉄壁の秘伝を上げていって、まず1にすると攻撃威力プラス 20% とかが取れるわけだ。これ果てしない。武将1人あたりこんなに割り振るの、だから、リソースを使うわけね。果てしねえ、これ。で、これ何が、これ何当たりこれ。名前から言ったら僕はね、綱重とかね、当たりじゃないの。これ VU800 いってるし。で、歩兵だね。これもバリバリの歩兵。五色備え。自身と一門衆を含む味方3部隊に結束 10% を付与。対象を含む敵2部隊に VU250% の攻撃。結束はですね、はい。先方の連鎖が発生しやすくなる。結束 10% の付与ですね。10% の付与っていうと、まあ、仮に、連鎖率 30% だったやつが 40% になるということですね。連鎖をしやすくなる。で、よく見たらですね、このテンプ850が柴田、長野、綱重しかないんですね。で、800が結構いる。ここまでか。宇治政。宇治政がなんかクローズドベータですごい外れだったな。もうこの陛下からして外れだもんな。S がないし。自身と一門衆含む味方3部隊の防御 20%。防御 20% だけ？対象含む敵2部隊の破壊を20%。デバフになって自分隊を防御上げる。デバフなんですね。いや、なんかちょっと残念。で、なんかですね、三国志波動に比べて、この戦法効果がですね、結構薄い感じがいたしますよね。ね、パーセントも 300% とか普通に出てくるところ 200% とか。で、昇進ってなんだろう、これ。昇進っていうのが見えてけど。会心が発生しなくなる。これ三国志波動にも欲しいな。馬長がね、会心攻撃でめちゃめちゃ強いから、三国志波動は。これあれば、馬長止められるじゃん。で、勝より強そうな気がするんだけど。クローズドベータでは勝より結構強かった。自身と一門衆含む味方2部隊の破壊を 20% 上昇。この破壊っていうのが、あんまり多分ないやつだと思うんですよね。まあどうだかわかんないですけど、このゲームやってないんで。三国志波動だと割と、重宝するやつですね。破壊っていうのは対物理。だから建物を破壊とかするときに使えるんで。で、対象含む2部隊の武勇を 20% 低下させ、200% 武勇の攻撃。だから200%の攻撃プラス破壊 20% アップが効いた状態で物体叩いたりするわけですね。はいはいはい。で、武将の見方としてはどれから見ていったらいいんだろう。まず戦法とかだとは思うんですけど、戦法の技能。秘伝をよく見た方がいいとかになったらね、結構きついですね。習得した武将の戦法攻撃力 10%。勝つよりは。なるほどね。いや、だいたい一通りですね。全部見ていきましたけど、一番いいの勝つよりかなっていう気がしますね。まあ、もちろんね、
間違ってると思いますけど、間違ってることが多いと思います、けど、私の印象ではね、私の印象ではもう先方は勝頼が抜きんでていいですね、多分ね。破壊を上げて、武勇攻撃2部隊。で、武勇を 20% 低下させながら、というところですね。で、800武将の先方がね、あんまりいいのがなかったですね。本当に。いうことですね。で、勝頼以外で見ると、あのね、宇治政ダメだろうっつったけど、宇治政まだマシ、これ。防御 20% 3部隊上げて、で、敵にデバフかけるから、これはもう防衛の時とかは結構、むしろいい。うん。いた方がいい、防衛の方には。だから、宇治政あり。なしかと思ったらこれあり。1番勝より2番宇治政かな、私の見立てだと。あとはちょっとね、しょっぱいんですよね。里見義高も知略 30% 上昇とか、これ大きい方なんですけど、もうちょいっていう感じもしますよね。うん。でも歩兵 S か、陛下もこれちゃんと見た方がいいんですよね、騎兵 S とか。さあ、ということで、いい加減引いていきましょうか。勝頼、宇治政。希望でやっていきましょう。じゃあ、戦闘員だからなし。斎藤よ。東洋演出はもういいか。はい。決定。あ、宇治政出た。勝家、宇治政か。勝家か。敵3部隊に武勇 200% 攻撃をし、動揺不要。動揺とは先方が発動しなくなるでしたね。はい。いや、もう、まだいけるでしょ。うん。まあ、宇治政さっき見た。で、ここら辺ね、SR が何枚出るかとかもちょっと見ていきたいですね。はい。あの、最初の方 SR も結構使うと思いますんで、ガンガンね。数政しかないんだけど。綱必死げ、諏訪姫なし。また宇治政か、お前。北条出て、北条で揃っちゃったな。もうこういうのさ、もうさ、入って言いたくなっちゃうな。綱重宇治政だってさ、で、SR とこれ1枚しか出ないのかな、さっきから1枚しか出ないけど。斎藤よ。SR はあんま出ないんだ。SR の方が出ないぞ。あれ、定めつってなんだっけ。打ち消しね。強化効果打ち消しとか。これね、あの、強いかもわかんないんですけど、効果がわかんないんですよ。敵の強化効果打ち消したところで。何が消えたかわかんないんですよ。だからね、あの、歯応えがないよね。勝頼来た！勝頼来た！で、SR が坊主やないか。丸米やないか、SR。まあでも、ね、これからガチャ引いてきゃ SR も引くやろ。うん。知略 30% 上昇。なんとも言えねえ。よし、綱重、勝頼。綱重は、ちなみに、五色備え。あ、そう、結束ね。結束バンドマンね。で、250% 攻撃は、ね、今のところ一番高いから、250% 攻撃。勝家で300いくんだっけ？勝家でも200だもん。綱重が一番攻撃高いわ。よーし、じゃあこれで行きましょう。確定！ということで、今回は最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンはグッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またんご！